飛距離のマックスファストと広さのマックス os。はい、皆さんこんにちは。関虎太郎です。今回はですね、キャロウェイのローグユーティリティ持ってきました。四つもあるんですよ。これ。ね。ちょっとカタログ見ただけだとね。皆さん、これ四つもユーティリティですよ。ユーティリティなのに四つもあるので。ちょっとわからないと思いますんでね。 今回は僕が分かりやすく、この4つの違いをね。説明して、皆さんの購入の参考にしていただけたらなと思います。はい、まず名前なんですけども、一番ヘッドスピードがね。遅い人向けというか、これがねマックスファストというモデルになります。まあ、軽いんですね。軽いのでまあ、40以下ぐらい。でも、あのしっかり振り切れるようなモデルなんじゃないかなという風うに思います。 でその次にマックス OS ですオーバーサイズっていう意味ですねこれまたねややこしいんですけどオーバーサイズって言うからこれ4つのモデルで一番大きいのかなと思うんですけど比べるとねファストの方が大きかったりするんですよねちょっと分かりにくいですがまあ、オーバーサイズこれちょっと僕わかんないんで後で打ってみて、えー、検証したいと思いますねまあ、優しいんでしょうねそれからマックス これがね、4モデルの中でまあ、標準のレギュラーモデルっていう位置づけになるかと思います。はい。で、えー、最後にプロですね。ヘッドスピードが速い人向けということでしょうかね。はい。もうもう大丈夫ですか。分かんなくなっついてきていますか。はい。4つです。マックスファストとマックス OS とマックスとプロです。はい。それでは軽いやつですね。マックスファストから実際に打ってみたいと思います。 えーっとねね大大きいです大きいいでですすんけど、ね、しかもねこうヒール側のボリュームがこうシュッとなってて頭側にこうボッとこう大きくなってますね、えー、こっち側がこうなんか大きい洋、えー、ナシ型っていうんですかねなってますねこれによってやっぱりこう,こう先端のミスヒット強いんじゃないかなっていうのとまあドローイメージがこう顔で演出されてますねシャフトは確かに 軽いですね。40の S、40グラム台ってことでしょうかね。はい。ロフトは21度、番手テは 4H になります。はい。打ち打ってみたいと思います。ちょっと軽めに行こうかな。はい。かなり軽めに。ドライバーのヘッドスピードでいう。 40ぐらいで、えー、振ってみましたちょっとね遠側に当たっちゃいましたけどもねやはりちょっと右に飛び出しましたけどもドローして着弾はほぼセンターに落ちてくれたので振、えー、れ込み通りかなというふうに思います21度でしょ21度でイメージしている球の高さに対してうーん相当上がってますね はい、バイトまでは言わないですけどアイアンでいう789そうね2番手ぐらいはこう上がってますかねはいこれはやっぱりドライバーでヘッドスピード38とか40弱のね人でも楽にね上がってこのローグのね飛びこれをうん体感していただけると思いますちょっと今こう スライス目に擦ってみたんですけども、えー、ほとんど曲がっておりません玉のつかまりも、えー、やっぱりローグのねシリーズは全体的にこう玉がつかまるモデルになりますねキャロウェイの位置づけでいうとエピックがねこの上にアスリートモデルとしてありますのでローグブランドはアスリートというよりはこうアベレージ層の中でこうハードかそうじゃないかっていう中ですからね優しくつかまると思います、はい、続きまして OS オーバーサイズという意味なのにファストよりはちっちゃいというねもうよく分かりませんえっとねこのフェース面のねこのスコアラインの入り方っていうかこのフェース面の形がねファストの方はこうユーティリティっぽくこうシュッてこうなったんですけども OS はね急にこうこ,こがまこっすぐになってこれアイアンのイメージになってますねはい この辺で大きくアスリートモデルのユーティリティにこういうあの遠側のカットをよく用いられますけどもねそんな感じになってますただまあこちら側のバックフェース側のね重心振動を意味する、えー、体積というか、えー、大きさは結構広いので、まあ、優しく上がるんじゃないかなっていう感じはしますシャフトは 5S ですねベンタスです 50g 台ロフト21度 じゃあね打ってみたいと思います、うん。えっとですね、ちょっと驚きました。初速が速い。えー、本当にこう球が早く飛び出して、まあイコール飛距離が。 出るんですけどもヘッドスピードはドライバーでいうもう本当に40そこそこぐらい結構軽めに振ったんですけどね、えー、まあ42、3ぐらいで振ったんじゃないかなみたいな初速でビュンと飛び出していってますねはい飛ぶいいですねオーバーサイズいうからにはですね芯の広さがまあ売りなんじゃないかなっていう風にこう想像しますのでちょっと意地悪にねヒールと等で 行ってみましょうか、ね、あーヒールすごいぞこれ。とはね分かりますよ。シーンと変わんないぐらい飛ぶよみたいなのは。まああのー、オノフのねユーティリティなんかもそうでしたよ。やっぱりとはね、えー、強いっていうのはほかにも知ってます。 ヒールがこれだけのそのナイスショットと変わらない初速が出るのは素晴らしいかなというふうに思います。はい、すごいです。投行ってみますか。あ、うん、ちょっと投に当てすぎたんじゃないかなっていうぐらい。これ、ほら。見えますかね。 ボールとかなりりに当たたましたよねここに当たったら普通もうなんか打った瞬間に右にポコンみたいなもう OB ですよね飛距離は距離195ヤード、えー、方向もまっすぐ、えー、あそこに当たって何も起きないこれすごいっすね。 僕ユーティリティももちろん世界中のユーティリティこうほとんど全てのものを打ってますが芯の広さで言うと僕が打ったことある中で言うともう最大級かなというふうに思います冒頭でね OS なのにでかくねえじゃねえかみたいなちょっとから入りましたがやっぱり OS を名乗るだけのことはありますね芯がめちゃめちゃ広いですこれすごいと思いますはい、はい、えっと今回はですね Max Fast と えー Max、OS、えー、インプレッションさせていただきましたけども次の動画でね MAX と PRO を打ってみたいと思いますので皆様お楽しみに。